すごい乗りやすいな。いやーマジ楽しかった。はい、ありがとうございます。はい、遊戯配信ルツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、山添です。今日は見てください、群祭にやってきました。今日はですね、ラリー全日本チャンピオンの新井博樹選手が主催する新型 BRZ 体験会と群祭壮行会にですねやってきています。でその新型 BRZ どんな感じなのか見ていきたいと思います。非常に楽しみです。スバルチーム新井で、全日本ラリー、ヨーロッパ選手権走っています新井博樹です。富士スバル株式会社太田店新入社員の岡田新平と申します。よろしくお願いします。よっ、今回結構、はい、あれですよね、デザインも全体的に変わりましたよね、うん、そうですね。だからパッと見すごい大人びたデザインになったなって、はい、ここ前までフラットだったじゃないですか。そうですね、こういうなんか絞りくびれとかなくて、はい、こんなグラマスラスな感じじゃなかったんですけど、はい、今回からものすごくこういうボディのデザインもものすごい洗練されてきて、はい、ものすごい高級感があふれるデザインにはなってきてますよね、はい、もう太田店にご来店いただいたお客様もやっぱりこう高級感が出たよねっていう、はい、お声が多くて。これも全部エアロって STI なんですか。そうですね、エアロ系も全部、はい、STI ってなってますね、はい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 、でこれどこまでがオプションでどこまでが純正なんですか。もうこの辺は基本オプションになってます、はい、ああ、はい、なるほどなるほど、はい、やっぱでもあると違いますよね。そうですね、なんかさらにこうバシッてシックな感じに決まるというか、はい、まとまってくれますよね、はいはい、へえ、うん、あれですよね、確かリアの方も、はい、これはついてないですか、ディフェーザーみたいな、このリアの下のこれでしたっけ。はい、これがいわゆるエアローになってて、これがオプションになりますね。あ、なるほどなるほど、リアもだいぶ変わりましたよね。もうちょっと角張ってたじゃないですか、こうなんか流線形になってなかったんで、はい、だいぶなんかその空力というかエアロを意識している感じもありますよね、はい、でこれは S ですもんね。はい、これは S グレードです。S グレードなんで、はい、ホイールが18インチで、はい、R だと17インチ、はい、17インチです、はい、だいぶホイールもすごい綺麗なホイールになってるのでいいですね、うん、あとはこれはあれでしたっけ、オプションじゃなかったんでしたっけ。これもオプションですね。あ、はいはいはい、結構エアが抜けて、はい、 そうですね、その走行風とか抵抗がなくなるっていうんで、結構今回の BRZ ってエアロにかなり力を入れてるといいますか、エアロダイナミクスにだいぶ力を入れていて、かなり洗練されている感じはしますよね、はい、あと質問なんですけど、はい、いや自分 LED 付き のホグカバーにしたんですけど、はい、LED 付きにするとツヤありのこのカバーになってますよね。あのサメ肌のがあったじゃないですか、はい、サメ肌、はい、はなくなっちゃってこれになってて、はい、まあ、自分どちらかというとこの LED を見て、いや前までそのサメ肌のなしのプレーンの状態でいいやと思ったんですけど、この LED 実際に見てみるとすごいかっこよくて、でそれで俺これ LED に決めたんですよ、はい、あ、はい、いいですよねこの LED も、結構かっこいいですよね、はい、あるなしじゃ結構印象も変わってくると思うんで、はい、あとライト周りもだいぶあれですよ、なんかパッと見高級車かなと思うぐらいのライトのデザインですけど、はい、昔からあれですもんね、 BRZ こここの字に光らせますもんね、はい、そうですね、代々受け継がれている、うん、そのスバルらしさもあり、はい、まあ、かなり、いい感じだなというふうに思ったんで、じゃあ今度は乗っていろいろ、そうですね、あの実際に感じていきましょうか、はいはい、じゃあ乗っていきたいと思います、はい、新型 BRZ になってから全然この安定感がまた一段落こうワンランク上がった感じがすごいしますよね。今までだともうちょっとリアが出てちょっとこうナーバスな動きがあったんですけど、新型になってから顕著にそれが改善されていて、まあ乗っていても全然こう危なっかしいこともなく、
本当にこの雨の群馬サイクルスポーツセンターというかなり難コンディションの中でもしっかり踏み込んで遊べるという意味ではすごく完成度の高い車になったんじゃないかなというふうに思います。あとハンドル切っててすごい軽いですよね。全然こう切った時にすぐ落としてくれるんでこういう感じですぐ行けます。群馬サイクルスポーツセンター特有のこのバンピーな舗装路なんですけどそれも全く気にならず全然行けます。長いコーナーでもしっかりこうやってロードして問題なく。いやーすごい乗りやすいな。あとパワーも上がっててアクセル踏んだ瞬間にトルクが出ますよね。全然乗っていてこのストレスのない感じで平均速度でいうとこの群載で70、80ってまあそんな遅いスペースではないんですけどそれでいてもなお全然まだ滑る予兆すら感じないこの限界性能の高さっていうのはなかなか素晴らしいものがあります。いやーいいですね。安定感があるから全然走っててそこまで速い感じを全然受けないですよね。それだけ目線が安定してるっていうことなので乗っていてかなりストレスなくすごく楽しく乗れています。あとこのシートも今回からだいぶ改良を加えて旧型の BRZ に比べるとホールド感を増していて逆にこれだったらもう何も変えなくてもいいんじゃないのかなっていうのが正直自分の中にはあるのでそのシートも含めてトータルのコンポーネンツ的にも全然完成度の高さというかそういうのが伺えるので逆にこれ買ったら何を変えようかなって悩むぐらいですね。足もすごいしなやかでかなり運転していても危ないところもなく BRZ 車内の音もですね結構いい音が鳴るんですよ。例えばですけど2速とかにしてこう踏んでいくと純正なのに結構いい音鳴るんですよね。乗っていてこのエンターテインメント感もものすごくあって乗っていて飽きない車だなっていうふうにはかなり思います。トルクが出たんでああいう上りのコーナーも全然ストレスなく上っていくんで逆に旧型 BRZ に慣れてる自分としては焦ります、ね、あこんな簡単に曲がるんだっていう。もうこれ普通に多分一人で自分乗ってたらずっと走ってますね。とりあえず燃料がこう終わるまでこうとりあえず走っとけみたいなそれぐらい正直楽しいです。なおかつ今回新型 BRZ ですね自分の人生初の新車なので新型 BRZ は新車で買う初めての車です。普段は中古でばっかり買ってたんですけど今回に関してはもう正直一目惚れとあまりにも予算に即決で決めてしまいました。まあこうやって一周してきても全然ストレスもなくとても気持ちよく運転できましたよね。はいありがとうございます。はいありがとうございました。今実際にこの雨のすごい難しい群馬サイクルスポーツセンターを走ってみてやっぱりねこの安定感がものすごいですね。旧型乗ってる自分からも分かるんですけど比較すると本当に楽しいし安心安全に攻めて
全く問題なく運転できる車ってなかなか久しく会ってないので、正直ちょっと興奮してしまいましたけど、まあデザインも含めてもうフロントマスクとかもものすごいこの大人びてるというか、すごいジェントルな感じに仕上がっているので、正直自分も買ってよかったなと思っています。であと1ヶ月ぐらいで納車なんで、すごい楽しみです。自分の初めての新車、かなり待ち遠しいので、ぜひ皆さんも試乗で乗ってみてもすごいわかるので、お近くのスバルディーラーでぜひご検討ください。よろしくお願いします。なんと新型 BRZ を運転していいと、富士スバルさんと荒井宏樹選手にですね、許可をいただいてですね、運転していいことになったので、これから運転しようと思います。非常に楽しみです。見てくださいよ、これめちゃくちゃかっこよくないですか。とても同じ車だったとは思えないぐらいの高級感があるなと思ってて、これシートもね、かなりやっぱホールド性もしっかりあってね、ここのねサポートとかもしっかりあって、やっぱ旧型のシートって正直僕あまり好きじゃ、体型に合ってなかったので、このシートは逆にすごく体型に合ってていいなっていうのと、シートヒーターもついてて便利ですし、かなりね運転しててこう何ですかね、楽だし、そういうスポーツ走行も楽しめるシートなんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもねやっぱり、車走らせてなんぼなんで、まずはねエンジンかけてみましょうか。静かですね、だいぶ。これねメーターもなんかだいぶ雰囲気変わりましたよね。もともとこれメーター昔アナログだったんですけど、それが完全にデジタルになって、でこれがさっきチラッて見てたのは、これトラックモードにするとメーター変わるらしいんですよ。これ変えてみますね。なんか急にレーシングカーっぽくなりましたよね、これ。なんか昔モーテックとかこんな感じのメーターだったかなと思うんですけど、これねめちゃくちゃテンション上がりますよ、これ。でこれね、どれぐらいに走らせていいかっていうのと、今日路面が路面なので、難しいところあるんですけど、これから弘樹選手が横に乗ってくださるっていうのもあるんで、新型 BRZ の魅力を、教えてもらいながらインプレッションしてみたいなと思います。さあというわけで、なんと新型 BRZ に乗ってしまいました。よっ。そして横にはひろきさんがいます。はい、山添一人だとね、何をしてるかすか分かんない。僕が、俺何も信頼されてないじゃないですか。いやいや、一応まだ誰も持ってない山添。あ、分かる。そうですね。そう、はい、別に俺の車だったら全然いいんだけど、まだ世に試乗車ですからね、山添さん。そうですね、ええ、はい、でこのリスキーなこの群裁でですよ、この良さを伝えるにしてもですね、さすがに山添一人だと心配だなと。僕も心配です。じゃあちょっと一回踏んでみたいと思います。時代もこうユーザーとして出てないですからね、はい、8月30日以降ですからね。いやー、はい、これはすごい。いやマジ楽しかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よいしょ。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。